お疲れ様、スランです。今日はこちらペックラムやっていきます。さあ、こちらの、ね、進化ウィザードのペックラムがですね、世界中で、まあ、やや流行っておりますってことでやっていきます。で、対空がですね、このウィザードオンリーですかね、なんか LSP でちょっと回転速いペッカみたいななんか、はい、高回転ペッカです。まあ、高回転のウィザードを回せれれば、まあ対空ちょっと薄くても頑張れるよねっていう感じかな。だからウィザードがね、最近強すぎる、強いじゃなくて結構頭一つ抜けてるイメージがありますね。はい、なので限界突破おすすめするなら、正直今ナイトやザップやボンバーとかアーチャーとかではなく、個人的にはウィザードをしとけば、まあ高回転ホグとかロイホグとかでもウィザード使えますし、ペッカやジャイ、まあ、何でもね使えるかなっていうイメージあります。はい、結構おすすめです、ウィザード。なんか相手に使われるだけでもだるいね。で、今回は近そう、デッキがこんなにいるかよっていうぐらい、はい、近いですね。お願い、やめて、走んないで。オッケー。え取れてる。いや、そう、なんかね、最近ペッカの、え、でかっ、トリトン入りもいれば、あー、いい言うの来たわ。ヤナアメ、いや、これヤナアメザップのペッカラムかもね。エレスピがなんかいないんだよね、多分。なんか似たようなペッカもありました。はい、ペッカウィザード環境がね、来ようとはしてる。入るんじゃね、でけー。で、ゴーストロングってこれないんで、エレスピな分ね、はい、芝居ちゃおう。残りやがったぞこいつ。で、多分ボイドじゃないんだよな。いや、わかんないんですけど、まあ合わせるか、おとなしく。まあここはね、多少入っちゃうんですけど、カウンターにつなげれたらまあいいかなって気はしたんですけど。いやー、え、なんかユニットの動きが怪しい。何これユニットの動きが迷子になってる。いや、トリトンいんのちょっと安すぎるなこれ。右も左も怖いね。いやー、おい、耐えてるぞ。むずっ、この対決このペッカラム対決むずすぎんだろ。いやー、正解がわかんねえな。これラム防衛とか強かったりしね。ペッカの射程ちょっと長いんだよ。今日はケツペです。まあ、進化ウィザードまずいんですけど、いや、トリトンもまずいんですけど、進化ザップとか打ったらなんかいい感じにならないねいい感じにならないね。まずい、ちょっと待ってよ、もうアホやんこれ。こっちトリトンの方が有利じゃね俺が介護会になってんな。いや、行かないのまずいんで、行っちゃうんですけど、行ったら行ったらまずいんですよね。でしょ、トリトン、あの、アホですわ。じゃあ最悪だわ。もう煽ってくんだよ。あー、気分悪いな。っていう、まぁ、ちょっとペッカラムがね、地味に強い環境ですね。なんか増えちゃってんな。まあトリトン型もあるんですけど、まあ正直ペッカがいるんで、トリトンなんか別になくていいかなっていう。俺はね、俺はなしで LSP とかで高回転でウィザード回したり、ゴースーの回す方が好きなんで、まあ俺は LSP 型を、はい、おすすめはするんですけど、まあジャイとかロイジャイがね大嫌いな方は、さっきの相手のね
トリトン型でも使ってみてください。はい、でもアイデマートペッカじゃない、すんごっ、ちょ待って、環境来てんの。ぶっちゃけ弱点ないみたいな、ペッカ工場ってボイドとかね、まあ呪文次第ではまた相性も変わってくるんだね。いやー、まあさすがに U の追加とかも言っちゃいたいよな。いやー強いな。いやー、まあまあまあ、ザップー一瞬ペッカを、あ、ペッカ工事をね、お次は。あ、めんどいね。もう一発？いやー、いいね。いやー、ラムいつ飛ばそうかな。でもね、ケツペックするかお楽しく。いやー、このゴースおいしいな。まあこっからですよね、お願い入んない年ゴースト。いやー、逃げー、これさ止まるもん、ザップまで打っちゃおう、一本降りたいんだよね。よし、折ることには成功。でも俺も16でこれ折られちゃうんで、やだな。さすがにザップ使え、うん、いや、進化ウィズはね、ボイドで縛いちゃいたいよな。え、叫んだよ、危ね。いやー、耐えたことに価値はあるんですけど、なんかダガーなのちょっとやだな。深海図欲しい、まずすぎる。でもこれ進化ザップと深海図と貯めたんで、意外と流れ的には悪くないかも。ワンチャンキングまで狙っていく？俺。やばい、そのウィザード。アホっつんだけど。ラムが入んのに価値あり、なんちゃるつマジ。きつそう、あるよ。よっしゃ、オッケー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 、ようわからんけど勝ちました。はい、ペッカペッカね、またペッカかよって、なんか多いんだ。ペッカラムからのペッカ工場ですね。だからまあみんな進化ウィザードっすね。そう、ウィザードがね本当に強い。ファイボー系にも強い、ライトニングにも強い、ポイズンにも強い。まあボイドを3発当てられたら一番きついぐらいですけど、飛来心もできちゃうんで、ぶっちゃけ最強か。さあよろしく。またペッカとか来ちゃったりしないよね、さすがに。ペッカウィザード組んだら止まんねえもんな。
おい、いいね。さあ、ダイナマイトゴブリン。まあ、ゴブリンドリルでよくいるかな。初手ゴースト強いけど、あんま好きたくないか。ドリル多いし。さあ、縦線ね。やだな。縦線。まあ、ドリルはね、ラムでも一応止まりはする。で、いらんかったね、このザップね。うん、まずいね。ボーラー縦線。ヘック嫌いすぎん。さあ、カッチカチだね、相手。ダイナマイトボーラー縦線ないとか、やばいな。トルネありそう。キンキ？お、でっか！ミスってるやん。これ、ちょっとチャンスか。やめて。オッケー。いや、これ、ボーラーは、リザード出したところで、意味なくなっちゃうんで。いや、これ、逆サイか？パルチェ。押し止めて。どっちも？みたいな。いやー、みたいな。ま、でも、焦って。入れ。近畿か。いやー、ま、いいダメージはない。1100よ。で、からの、ボーラーがギリ回んない。で、もう1枚でボーラー。あ、これで。よしよしよし。棒で使わしたことに価値あるか。流れが良すぎはするか。まあ、おとなしくケツペッカから行くか。まあ、ファルチェ、何をボイドで飛ばすかだけど。まあ、両サイ攻めが必要そうね、これ。引かないとは無理よね。まあ、進化ナイトとかね、もうラム防衛とかで。これ、ウィザード残ったところに U の追加とか。いや、うざそう。いや、いい攻めすぎる。いや、こんな攻め通るんや。ナイト縦線ボーリーやばいね。危な。まあ、困った時のね、ケツペッカが強えんですよと。さあ、この人はなんかウォールブレーカーなイメージがあるね。さあ、ディガーコウモリ、メガナイトかな。もうちゃっちゃきスペッカしちゃいたいな。プリンスがいなければだいぶ戦いやすいな。これザップ打たれるワンチャン。やべ。うい。リザードの体力なさすぎる。すごっ。まあ、適当に耐えたい。今の走っちゃうんだ、それ。まあ、1倍はついていくのに精一杯っすかね。2倍タイム、これ普通にペッカラム組んでボード打っときゃ勝てそうなんで、ひとまず耐えますか。いや、これもうケツペッカでさ、許容しようぜ。ああ、全無視でいこう。熱いゴワードね。いや、マスケボイドで飛ばせるかな。悩ましいね、これ。リトプリないんだ。いや、そう、コウモリ絶対来ると思ってた。タルもある。
からのラムね。進化ザップ打って落としまして、いいね。あとは守りたい。オールブレか、よし、一発なら耐えれねえかな。いや、この後のディガーは俺が行かれちゃった。いやー、いい許容か。ちょっとまずいな。進化オールブレーカーじゃなきゃいいんだけどな。よし、できゃー。こうなったらよ、ペックウィザード出していきゃ止まんねえだろって話よな。ここでもう一回来るか。でもまあ一発なんだろ。ああ、まあまあまあ、これさ守れるもんな。気合で。ああ、進化ウィザードまずいな。じゃあ進化ザップか。これ真ん中ウォールブレイカーだね、負け筋。うっ、えら、落ち着いてくんのやばいな。マジワランちゃん狙ってきてんね、やば。あぶねえ。さすがにね、ペッカなんでね、メガナイトはかもっていきます。まあせっかくならね、そのウィザード高回転の良さが出る対ラバとか引きたいけど。え、 AJ is my dad やん。グローバル大会でさ BO3 したエリゴレ、エリゴレじゃん。めんど。エリゴレ引いたこのタイミングで。いや、エリゴレっすね。ちなみにその時2勝1敗で分からせました。はい、ロイシャイ使ってたんだよな俺は。いやー、まあちょっとめんどいな。まあもうめんどくさいんで。ペック出しちゃう。進化ウィザードを、相手も深海座出るもんな。あれがだるいな。ブラスターよし、いいダメ入ってる。お、でかい。相性どうだろうな。そんな悪くはなさそうだけど、後ろをやりたい。え、ゴースト戻ってきて、やばい、このダメージマジで。気をするわ、おとなしく。いやー、姉妹ペッカじゃないと簡単に止まっちゃうよな。いやー、もう一つ。いやー、強えってボイド。いやー、エリゴレマジで定義できんのないんやねん。お前らいつまで生きてんだ。ちょっと出そう、スケもあるか。やば、躊躇なく打ってくるやん。そんな延命しやすい状況でふざけんなや。お願い。
ていうか守れません。待って、まず汗汗これね、いやさすがにさ、こっから俺の外傷いいと信じたいけどな怖すぎる。これマジで怖えな。何が起こるか分かんねえもんな、これこんなぶっ壊されて。残って、いやこれでも飛んじゃうもんね、悲しき。ペッカが普通に止まんないのし、殴れ、でかい、エリゴレ撲滅、エリゴレ撲滅。じゃあウィザードね、出してこう、深海図形、あー呪文で削れるっていうね、いいよーん、一周目やるよーん、次のウィザード進化だからね。鬼すぎんこれ、怖すぎん。範囲でまとまれちまうもんな、ちなみに。マジグロすぎる。守れよ、そんな攻めてばっかじゃなくてさ、守れって。危ねえ、リコレマジ怖すぎる。ナイス。いや今のエリゴレは正直 LSP じゃなかったらウィザードのサイクルも遅いし、なんかちょっと怖かったけどね、正直。ケツラム一丁、LSP がいいんだよな。まあ、高回転ドリルっぽいな、今回の相手は。ウッドアイスピみたいな。ふふ。あ、惜しい。ドリルっすね。入って嫌だ。ゴーストあんま避けたくないっすね、正直俺。あー、テスラかボムか、テスラか、まあケツビッカーでもいいんですけど、なんか1倍タイムは怖い気がした、なんとなく。うわ、うまっ、まっ、いやーこの近畿まずいな。ピッカってさ、キング起動されたら弱いんだよな、俺的イメージ。いやーこれね、進化ボンがね来ると思うんですけど、ワンチャンない。いや進化ボンじゃねえのか、え、ドリルそれで入んの、え、ユノ入ってる、え、お互いなんか、えっつって。よし、まあマイチー探して、まあこれポイズンしたいっしょ、どう、一生同じような攻めじゃん、なんかおかしくね、ダメージ普通に入っちゃいけねえ。アホみたいなダメージ入ってないですか。え？今さ、ゴーストいたぞ。いや
な、これが謎すぎるんだよな、マジで。進化ドリル強すぎる。進化ドリル、進化テスラか。めっちゃ防衛大好きじゃん。それ飛ばないのまずいの。まあダメージはトントンね。でも進化ドリル次来たら激しそうだな。いや両サイズにか。削りすぎだ。結構防衛カード出してんだけどな。気づいたら鬼入ってた。ナイス。このペッカラムめっちゃいいな。なんか昔こんな感じのメガナイトラムがね流行ってたんですよね。それをよく使ってたんで中身が似てるんだよな。ライトニング雪玉とかだったかな。それはライトニング雪玉でLSP でメガナイトでウィザードがアチャクイかな。ゴースト U の LSP とかなんか呪文の構成は結構一緒というか似てる。うん、ドリルかな。まあなんかこれ LSP だと進化ザップもね結構こう回しやすいんで積極的に回してもよさそう。これ今の引くとで手前なのが分かったっすよね。よし、いいね。ドリルにはまあケツペゴースト持ってケツペッカとかなんかドリルの対策できるならもうケツペッカ入れとくなんでね。今はドリル来た後なんで適当にケツペッカして、ラム出してテストラにボイド打って GG みたいな話。いや、いい防衛されんな。ゴブリンのね、まあポイズンかな。残り1枚。まあ進化ザップを貯めまして、まあ進化ウィザードも貯めたいんですけど、まあ、一旦いっか。ケツペックしたいね。ああ来た、これ横だった今。ええ、全然後ろや。アイスピのダメージもな痛いんでね。いやラム入るんじゃんこれ。うい、このはみ出しやべえな。まあ、ポイズンあると思うんでもう高めに出しちゃう。ああそれまずいね。あのダイナマイトゴブリンがやばい。誰やねん。
走ってくんなやつって。いや、いかついな進化ドリル、本当に。防衛不可能レベルまである。まあ難しいね。進化テスラじゃない時がやっぱり理想だよな。まあサイド逆だっていいな、正直。どっちも入る。でかい。うわー、その言うのやば、えらワンパンね。いやでもドリル強えな、やっぱ相手にしてて厄介っすね。まあでもドリルには意外と相性悪くないかもしんない。やばい、最悪。ラム出せなかった、掴めなかったカード。やっば、3発も入んだ。おとなしくケツペッカします。取るね。まずキングギドまずいな。これロケットパターンあるかな。いやホグハルチ、いやさすがにロケあるかな。ゴブリン系とかしたい。でかい。バルキリーもあんのか。右だったかこれ。ワンチャン加点。でかい。でかすぎる。ウィザード稼ぐ。うう、もう一発サボんなや。いやまあ結構いいダメではある。一発だけなと。痛い。これラム生きてー。何が来てもラム行く。ロケのコストはない。入る一発。うーん、優しいソフトタッチ。いやーこれ同サイドケツペッカさー、ロキ打たれそうで嫌なんでこっちにしちゃう。え、ホグの回転速くね、本当に。うそん、ホグそんな速かったまるの。おい、無理やりマジ無理やりすぎた。でけえ。まあロケ防衛されなかったのが救いっすね。ナイス。さてわけですね、ペックラムね、はい、おすすめです。まあ最初トリトンに負けたっすけど、まああんなん、はい、あんまいないんで基本的に幅広くね、何でも戦えるんじゃないかなと思います。シンクイザードもね、最強です。よければ使ってみてください。チャンネル効果もお願いします。ではお寿司様だね。